乗客を乗せた電車は突然暗闇に包まれる。回送電車が車庫に入ったかのようだ。しかし電車は走っている。不審がる乗客たちは思いを巡らす。互いに見知らぬ人々は思い思いに回送する。気づけばそこは見知らぬ駅。乗客たちは乗り換え乗り換え移動する。回送電車39に乗り換えて目的の駅へ。終電は近い。劇団一撃屋がパフォーマンスで綴る少年漫画的 SF 世界、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。